国立国会図書館は日本の国会議員の調査研究、行政、並びに日本国民のために奉仕する図書館である。また、納本制度に基づいて日本国内で出版されたすべての出版物を収集、保存する日本唯一の法定納本図書館である。設置根拠は国会法第130条及び国立国会図書館法第1条。 国立国会図書館は日本の立法府である国会に属する国の機関であり国会の立法行為を補佐することを第一の目的とする議会図書館である。同時に農本図書館として日本で唯一の国立図書館としての機能を兼ねており行政、司法の各部門及び日本国民に対するサービスも行っている。 バーチャル国際転居ファイルに参加している。施設は、中央の図書館と、国立国会図書館、法3条に定められた、支部図書館からなる。中央の図書館として、東京本館及び、関西館が置かれ、また、東京本館に付属して、国会文館がある。支部図書館としては、国際子ども図書館のほか、司法機関に一館。 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律に基づいて行政機関に26館が置かれる。旧赤坂離宮に置かれていた頃の国立国会図書館の館内参議院通用門前より東京本館を望む国立国会図書館法はその全文で国立国会図書館は 真理が我らを自由にするという確信に立つて、憲法の制約する日本の民主化と、世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立されると、その設立理念を明らかにしている。真理が我らを自由にするとは、図書館が公平に資料を提供していくことで、国民に知る自由を保障し、健全な民主社会を育む礎となっていかねば、ならないとする。 国立国会図書館の基本理念を明らかにしたものであると解釈されている。国立国会図書館法はアメリカ図書館施設団の原案をもとに起草されたと言われているが、この全文は歴史学者で参議院議員のハニーゴローが挿入したとされる。真理が我らを自由にするのくは、ハニーゴローがドイツ留学当時、留学先のフライブルク大学の図書館の建物に 刻まれていたドイツ語の名文、バーハイト・ビアトマン・フライ・マッケンに感銘を受け、これをもとに草案した。さらに、この句は、新約聖書のギリシア語、ラムダ・シータ・ラムダ・シータ・オーム・シグマ、シグマに由来しているとも言われる。1961年に開館した、国立国会図書館東京本館では、本館2階図書カウンターのひさし部分に、金森初代館長の記号による、 真理が我らを自由にするの区が大きく刻まれ、この区は多くの人の目に留まるようになるとともに、一人国立国会図書館のみならず、図書館一般の原理として理解されるようになった。第二次世界大戦後日本の図書館運動、図書館会の発展において、この区が与えた影響は少なくない。関西館と大文くを設計関西館、増築計画の 模型日本設計設計国立国会図書館は日本の立法府である国会に属する独立した国の機関で衆議院議長及び参議院議長並びに両議員に置かれる常任委員会である議員運営委員会の監督のもと自立して運営される図書館の事務を通りする国立国会図書館長は両議員の議長が両議員の議員運営委員会と協議の後 国会の承認を得て、これを任命する。その組織は、国立国会図書館法に基づき、中央の図書館と、支部図書館からなる。また、国立国会図書館連絡調整委員会が置かれる。中央の図書館には、東京、長田町の東京本館と京都府生活町の関西館があり、支部図書館の一つである、国際子ども図書館の扱うものを除き、 国会図書館の所蔵する各種の資料を分担して保管している。また、国会議事堂内には中央の図書館に付属する国会文館がある。支部図書館は国際子ども図書館、そして行政及び司法の各部門に置かれる図書館がこれに該当する。このうち国際子ども図書館はの本制度によって 国会図書館に集められた日本国内の出版物や購入国際交換によりもたらされた日本国外の出版物のうち18歳未満を読者の主たる対象とする資料の保存、提供を分担しておりその性格は実質的には中央の図書館の分館に近い行政及び司法の各部門すなわち各省庁及び最高裁判所に置かれる 図書館については、行政、司法に対するサービスの不死で改めて詳しく扱うが、各省庁や裁判所に置かれる、付属図書館を、制度上国立国会図書館の支部とすることで、日本唯一の国立中央図書館である、国立国会図書館と、各図書館を一体のネットワークに置いたものである。これらの図書館は、設置主体は、各省庁や裁判所であるが、同時に、 国立国会図書館の支部図書館として、中央の図書館とともに、国立国会図書館の組織の一部とされる特別な位置づけにある。東京と関西の二つの施設に分かれた中央の図書館はおよそ900人の職員を要しており、業務ごとに部局に細分化されているが、そのうち唯一国立国会図書館法を設置の根拠とする特別な部局として、 調査及び立法交差局がある。調査及び立法交差局は国会に対する図書館奉仕に加えて、衆参両院の常任委員会が必要とする分野に関する高度な調査を行う特別職として置かれる専門調査員を中心に国会からの要望に応じた調査業務を行っている。国立国会図書館のサービスは以下の3本の柱から成り立っている。 国会図書館という名称から明らかなように国会へのサービスを第一義とするが国民一般へのサービスも国立国会図書館の重要な要素である国民へのサービスは日本の国立中央図書館としての機能であり納本制度に基づく国内出版物の網羅的収集や全国書誌の作成が行われるまた図書館間協力や 国際協力にも力を入れており、国際協力では、資料の国際交換、資料の貸し出し、副社、レファレンスサービス、日本語図書を扱う外国人司書の研修などを行っている。一般利用者へのサービスは、来館利用、利用者の身近にある図書館などを通じた間接的な利用、そして講述するインターネットを通じた、電子図書館サービスの提供などから成り立っている。 国立国会図書館の各サービスポイント、すなわち東京本館、関西館、国際子ども図書館などを利用者が直接訪れる来館利用では利用に許可の必要な貴重書や特別の事情があって利用の制限されている資料を除き国立国会図書館の所蔵する膨大な資料が利用者の求めに応じて提供される。 国立国会図書館の所蔵する資料は現在では3、館に分散しているが、それぞれに取り寄せて、来館利用することが可能である。間接的な利用では、一般の図書館利用者が、最寄りの図書館では入手できなかった資料を、網羅的なコレクションを持つ、国会図書館から図書館刊貸し出しで取り寄せたり、最寄りの図書館では解決できなかった。 レファレンスサービスを国立国会図書館に依頼したりすることができる。図書館館貸し出しは利用者の身近にある公共図書館、大学図書館や各種の資料室を窓口として国立国会図書館の資料を利用できる制度である。ただし借り出し先の図書館の館外に持ち出すことも貸し出し先での復写もできない。また貸し出すのは 昭和23年の設立以降に、国会図書館が受け入れた和洋の図書に限られ、損耗の激しい資料や貴重書のほか、貸し出しに向かない本は貸し出さない。国立国会図書館は、資料の保存を大原則としているため、利用者の身近にある多くの図書館と違い、来館利用でも個人に対する貸し出しを行っていない。また、所蔵する資料が膨大であり、 サービスの対象とする地域も日本全国から諸外国にまで及んでいるため、個人からの利用には数多くの制約がかけられているなど、不便に感じられる点がある。特に来館利用する場合は、利用時間が短い、休館日が多いなど、不便に感じられる点も多い。そのため、利用者は求める資料の入手を図る場合、身近な公共図書館や大学図書館を利用した。 場合の方が容易に資料に達することができることが、しばしばであり、他の図書館で見当たらない資料のみに限って、国立国会図書館を利用すべきとされる。このような国立国会図書館の性格を指して、国会図書館は、資料の最後の拠りどころという言い方がなされている。国立国会図書館オンライン国立国会図書館オンラインは、2018年1月5日よりサービスを、 開始した国立国会図書館の所蔵資料の検索と申し込みができるシステムである。閲覧の申し込みについては入館中のみ可能で、それ以外の場所ではできない。国立国会図書館が所蔵する資料であれば、インターネット経由で書士情報を検索、ダウンロードできる。2017年12月27日までは国立国会図書館蔵書検索、 申しし込みシステムとてて運用されていた国立国会図書館サーチ国立国会図書館サーチは国立国会図書館が提供している検索サービスである国立国会図書館が所蔵する資料のすべてを探すことができるほか都道府県立図書館政令指定都市の私立図書館の蔵書国立国会図書館や他の機関が収録している 各種のデジタル情報などを探すことができる。国立国会図書館の国会に対するサービスは、資料の提供、貸し出しなどの一般的な図書館サービスに加えて、議会図書館に特有の立法調査を兼ね備えている。東京本館と国会議事堂内の国会文館には、国会議員専用の議員閲覧室があり、本館議員閲覧室には、 議員研究室も付設されている。議員閲覧室、議員研究室は政治家の政策勉強のほか、政治家同士の密談に使われていると言われている。また、国会議員と国会職員に対しては、国会文館を中心に貸し出しサービスも行われており、図書館への貸し出しと異なって、貸し出しの殺数制限も存在しない。 国立国会図書館の組織において国会に対するサービスの主体となるのは国立国会図書館法第15条によって規定された調査及び立法交差局である。調査局は同法の規定に基づいて国会のための調査や立法に関連する資料の収集、提供を行うこととされている。このために調査局には 国会のための調査を行う部門と立法関連の資料提供サービスを行う部門が置かれている。調査部門の各課は概ね国会両院の常任委員会の構成に対応する主題別に細分されており、国会議員の問い合わせに応じて調査を行う立法レファレンス業務や時事的な問題についての予備調査を行う。また、調査局は 国立国会図書館の国民向けサービスのための資料収集、整理とは独立して資料の収集、整理も行っており最新の情報を収集して立法業務の補佐に役立てている。このほか調査局を通じて行われる国会向けのサービスには国立国会図書館の一般の所蔵資料のうちの議会、法令関係資料の管理、提供や 法令の作品作成、国会会議録のデータベース化などがあり、これらは国立国会図書館の閲覧室、出版活動、インターネット送信などを通じて一般の国民に対しても提供されている。国立国会図書館のサービス対象のもう一つの柱は国の行政、司法に対してである。これらに対し国立国会図書館は 図書館サービス資料の貸し出し、副社、レファレンスなどの図書館サービスを行っているが、その窓口となるのが、国の行政、司法の各部門に設けられた支部図書館である。行政、司法各部門の付属図書館は、設置部隊の省庁の観光物を収めたり、業務上必要な資料を収集し所蔵しており、それぞれの省庁の予算によって運営されるが、同時に、 制度上で、国立国会図書館の支部図書館として、国立国会図書館の組織に包括されている。また、支部図書館同士は、国立国会図書館の中央館を中心に、ネットワークを形成し、各省庁出版物の相互交換、資料の相互対策、図書館職員の共通研修などを行う。行政、司法各部門支部図書館の館長は、 それぞれの事務官、議官から任命されるが、その任命権は、立法府の職員である、国立国会図書館長に与えられている。このように三権をまたぐ、支部図書館制度は、世界の国立図書館の中でも極めて珍しく、国立国会図書館の持つ、大きな特色の一つである。世界各国の国立中央図書館は、法律などによって定められた。 農本制度によって出版社に特定の図書館に出版物を収めることを義務付け、一国内の出版物を網羅的に収集することを重要な役割としている。日本の国立中央図書館である国立国会図書館においては、国立国会図書館法が国内すべての観光庁、団体と個人に出版物を国立国会図書館に納本することを義務付けている。 農本の対象となる出版物は、図書、小冊子、築地観光物、楽譜、地図、マイクロフィルム資料、展示資料及び CD r o m DVD などパッケージで反布される、電子出版物などである。農本を求められる部数は、観光庁では2部から30部までの複数部であり、民間の出版物は一部である。農本以外の資料収集手段としては、寄贈、購入や、 出版物の国際交換がある。購入を通じては、古書、古典籍など、農本の対象とならないものや、百科辞典、辞典、年間など、参考図書として、極めて利用の多い資料の副本、そして、学術研究に有用であると判断され選択された、外国資料が収集される。国際交換は、他国の国立図書館、議会図書館に対し、 納本制度によって複数部が受け入れられた観光庁出版物を主に提供することにより、交換で入手の難しい外国の観光庁資料等を収集するのに用いられている。こうして、国立国会図書館に新たに収集された資料は、一件一件についてその署名、著者、出版社、出版年などの個体同定情報が記述された。 書誌データが作成される。また、国立国会図書館の書誌データには、同館独自の国立国会図書館分類表によって分類番号が付けられ、国立国会図書館県名表目標によって県名が付与されて、目録に登録される。現在では、目録の大半はオンライン化されており、インターネット上から検索することが可能になっている。なお、 国立国会図書館の蔵書構築など図書館技術に関する運用は1948年9月に GHQ 民間情報教育局特別顧問ロバート B ・ダウンズによって提出された国立国会図書館における図書整理文献参考サービス並びに全般的組織に関する報告に基づく面が大きい図書の整理は開館当初は ダウンズ報告に基づいて、和勘書は、日本国内の図書館で、一般的な日本獣新分類法、要所は、世界的に使われる、留意獣新分類法によって行われていた。しかし、膨大な蔵書を書家に配下して利用していく上で重新分類法に不便が見られたため、1960年代に、国立国会図書館分類表が考案され、適用されるようになった。 ただし、和図書についてはそれ以降も、書誌データには、日本獣新聞類表による分類番号は付与されており、日本獣新聞類法を日常に利用している他の図書館や一般利用者の便にも備えている。農本制度により、国立国会図書館は原則として、すべての出版物が継続的に揃うことになるため、理論的には国会図書館の編成する、 時間所蔵資料の目録は、日本で出版されたすべての出版物の書詞情報を収めた目録となる。こうして作成された目録に収められる、全国の出版物に関する、網羅的な書詞情報を全国書詞といい、国立国会図書館においては、毎週一度、その週に納本制度によって受け入れられた資料の書詞情報が、日本全国書詞としてまとめられている。 日本全国書誌はインターネット上で公開されるほか、冊子体で刊行、販布される。また、電子情報、データベース化したものが、ジャパン、マークとして販布され、CD ロム版や DVD ロム版でも販売されている。その基本的な機能は、日本において出版された、出版物を検索調査する際の総合的、統一的な作品である。また、 各図書館は、時間で所蔵する資料の目録を作成するにあたって、時間で書誌データを作成せずとも、日本全国書誌を利用してコピーカタロギングすることが、できる。これには、各図書館の目録作成の労力の軽減、及び国内各図書館の間での書誌データの、共有というメリットがあるが、国立国会図書館の目録の作成には、観光から、 タイムラグがあり、新刊の検索に向かないことが欠点として指摘されている。これは、他の図書館が新規に受け入れて目録化する資料の多くは新刊書であるためである。このため、公共図書館の多くは、ジャパン、マークよりも民間の図書取り継ぎ会社の作成する書誌データベースを目録作成に用いることが多く、 コピーカタロギングのための全国書誌としての役割はあまり活用されていない。また、国立国会図書館は全国書誌の作成とともに、開館以来、雑誌記事作品を作成、反復している。これは、国内の主要な雑誌の収録記事を目録化したもので、作品の範囲は主に学術誌など調査上の利用に対する要求が大きい雑誌に限定されているものの、 通常の目録では検索されにくい雑誌記事の目録として貴重なものである。国立国会図書館の所蔵する資料の基礎となる部分は戦前の帝国議会両院附属図書館が議会の審議を助けるために収集した資料と当時の日本唯一の国立図書館であった帝国図書館の蔵書の二つから成り立っている。特に帝国図書館の蔵書は 出版法の納本制度に基づいて網羅的に収集された戦前のアート書や貴重な古書、要書などを含み極めて価値が高い。国立国会図書館の成立以降は一国の網羅的な収集と全国書誌の作成を目的とした本格的な納本制度が導入されたため、この図書館には原則として日本で出版されたべての出版物が所蔵されている。 外国資料については、国際交換や購入により、学術研究や参考調査に有用な人文、社会科学資料や科学技術資料、日本関係資料などを中心に収集している。国会図書館の蔵書の中には、旧帝国図書館時代を含め図書館がまとまって、受け入れた特色あるコレクションが含まれる。これらの特殊コレクションは、資料的に価値の高いものが多い。 代表的なコレクションとして、帝国図書館から引き継いだ旧犯行蔵書、徳川幕府引き継ぎ書類、本蔵学関連の古書からなる、伊藤文庫、白井文庫や、戦後の国会図書館が、議会のための図書館であるという性格から重点的に、受け入れた、近代政治史関連史資料からなる、憲政資料、国内外の議会、法令関係資料、支部上の図書館で急増していた、 バレーシャンソン関連資料の足原栄料コレクション、出版文化史資料を中心とする、深は文庫、国語学者の亀田次郎の収集した、国語学関係書などがある。また、戦前に、発金処分を受けた、書籍、雑誌もコレクションに含まれ、旧帝国図書館所像の発金図書は、一般資料の一部として、旧内務省保管の発金図書は貴重書扱いのため、 一定の制限下で閲覧に供されている。2015年度末の統計によれば、国立国会図書館の所蔵資料は、東京本館、関西館、国際子ども図書館の合計で、図書1、075001、931冊、雑誌、新聞1、703万4、573点、図書形態以外の資料1、409万5、 145点である。1990年代以降、情報通信の発展に対応し、国立国会図書館は主にインターネット上のウェブサイトを通じた電子図書館機能拡充を進めている。2002年には関西館の開館に伴い公式サイトが大幅に刷新された。下記のように様々な電子図書館コンテンツが公開されている。 国立国会図書館蔵書検索申し込みシステム NDLOPUC は機能を大幅に拡充され国会図書館の所蔵する資料のほとんどがインターネットを通じて検索することが可能になった国立国会図書館の所蔵する国内出版物は納本制度を通じて収集された日本国内の出版物の網羅的コレクションその目録は 週刊でまとめられてきた全国書誌の集積であるため n d l o p ックを通じた書誌データの提供は単に国会図書館一館の資料所蔵情報の公開にとどまらず日本における出版物の書誌データを網羅的に広く提供するサービスでもあった。また同じく雑誌記事作員も n d l o p ックを通じてインターネット検索が可能で 国立国会図書館開館以来50年以上にわたって蓄積された雑誌記事作品のデータベースが公開された。2018年に国立国会図書館オンラインとしてリニューアルされた。国立国会図書館デジタルコレクションは国立国会図書館が所蔵する資料のうちデジタル化したものを収録している。デジタル化した資料はインターネット公開図書館送信資料。 国立国会図書館内限定の3種類の公開範囲のいずれかに設定されている。歴史的な貴重書や西記の画像、歴史的音源、著作権の保護期間が切れた著作物などはインターネット上で一般に公開されている。保護期間が切れていない資料も絶版などで入手困難ならば図書館向けデジタル化資料送信サービスに参加している。 図書館などで閲覧することができる。それら以外のデジタル化資料は国会図書館参館でのみ閲覧できる。なお、明治、大正、昭和前期に出版された資料のスキャニング画像を提供する近代デジタルライブラリーは2015年にデジタルコレクションに統合された。ワープはインターネット上の情報を文化資産として保存することを目的とする。 国会図書館法第25条の3に基づく。バープはインターネットを通じて公開されていた学術雑誌や政府省庁などのウェブページそのものを管理者の許諾を得た上で国立国会図書館のサーバに保存しインターネットを通じて一般に公開するもので CD r o m のように変更されないようパッケージ化された電子情報と違い管理者によって いつでも自由に改変することの可能なインターネット上の電子情報を図書館が紙媒体の資料と同じように収集、整理、保存、公開する実験的な試みである。東京本館正門東京本館の周囲には桜が植えられている左ピロティー奥が本館入り口、突き当たりが新館入り口登録利用者カードこの節では一般利用者として 国立国会図書館の東京本館を来館利用する場合を中心に述べる。関西館及び国際子ども図書館についての詳細はそれぞれの記事を参照されたい。東京本館、関西館は満18歳以上ならば誰でも利用できる。満18歳未満の場合、調査研究目的など一定の条件下で事前の手続きをもって利用することができる。 これに対し国際子ども図書館は児童に対する様々な個別的サービスを行っており、児童書研究資料室を除き誰でも利用可能となっている。2004年より館内各所で大々的にシステムの変更がなされ、入館にあたってはカード発行機を利用して資料の検索、請求、受け取り、副写などに用いる当日限りの 非接触 IC カード型の館内利用者カードの発行をしていた。館内利用者カードの発行にあたっては、氏名や住所、電話番号などの入力作業が必要であったが、あらかじめ利用者登録を行って交付された登録利用者カードを持参すれば、パスワードの入力のみで館内利用者カードの発行を受けることができた。年月日より利用システムが、 全面変更され、利用者登録していない人は、臨時利用カードが対応され、閲覧できる資料は、専門室にある、開花図書のみとなり、閉架書庫にある資料の閲覧請求は、登録利用者カードの代用者のみができるように、改められた。これにより、国会図書館を利用するには利用者登録をすることが、基本となる。また、同時に登録利用者カードの使用も変更されている。 なお、2012年2月14日までは、システム移行時の暫定措置として、当日利用者には、臨時カードが渡され、登録利用者と同等のサービスが受けられるようになっていた。発行された、登録利用者カードを用いて、鉄道駅の自動改札機に、類似のゲートを通過し、入管する。なお、東京本館と関西館では、カバンなどの不透明な、 袋類の持ち込みを禁止しているため入館前に荷物は入り口脇にある保証金式コインロッカーに預けなければならない。館内に筆記用具などを持ち込む場合は手で持っていくかあるいはコインロッカーのそばに常備されている透明なビニール袋に入れる必要がある。利用が終わった後は閉鎖書庫から受け取った資料をすべてカウンターに返却し、 副写料金の生産を終えた後、登録利用者カードをゲートにかざすと体感できる。すべての資料を返却しない限り、体感はできない。2017年度の統計によると、東京本館の来館者は576,933人。東京本館は、膨大な資料を管理するため原則として、ほとんどの資料を利用者が直接触れられない書庫に、配下する。 閉式を取っているこのため利用者は、まず国立国会図書館オンラインで必要とする資料を検索し、システムを通じて資料の申し込みを行う。書庫からは、国立国会図書館オンラインの申し込みデータをもとに資料が追悼されるが、膨大な数の資料を広大な書庫から追悼するため、利用者は本の受け取りに数十分程度の時間を要する。また、 一人が一回に請求できる冊数も制限されている。東京本館は本館と新館の二棟から成り立っており、基本的に本館二階カウンターが図書、新館二階カウンターが雑誌の追悼を担当している。また、主題別の特殊な資料や国会図書館として特色的な資料については、それぞれに専門室が設けられている。 専門室では利用の多い参考資料は開花されているため、そこでは百科事典、時点、統計、年間、新聞などのごく一部は初夏から直接手に取って利用することもできる。2018年現在、東京本館にある専門室は以下の経営発室である。かつてはアジア。 北アフリカ諸国の諸言語資料を専門とするアジア資料室も東京本館に置かれていたが関西館の開館に伴いその蔵書とともに関西館に移転しアジア情報室と解消した。副社は利用者自身が副社機でコピーを取ることはできず副社カウンターに申し込んでコピーを取ってもらう。利用者自身による副社が認められていないのは 国立国会図書館は、農本図書館として、資料保全を図る必要があり、本を傷めるような複写をされる危険を回避しなければ、ならないこと。また図書館一般における利用者の複写は、原則として著作権法第31条の定める、著作権者の許諾を得ない、複写の範囲などに限られているためである。このような理由から、同館では複写する資料の状態や、 複写内容を図書館側がチェックすることになっている。このため、たとえ国立国会図書館にしか所蔵されていない貴重な資料であろうとも、著作権の存続している資料の全ページを複写することはできない。複写には来館複写と遠隔複写がある。来館複写には資料を実際に閲覧した上で複写箇所を特定し、 資料を副社カウンターにて申し込むサービスである。また、副社方法には、即日副社と後日郵送副社がある。即日副社は、副社製品を当日中に受け取るサービスである。専用の端末を用いて、申し込み書を作成し、カウンターで申し込む。即日副社には1回の申し込み上限ページ数があり、例えば紙資料の場合、 一回につき十冊かつ百ページまでである。混雑状況、副写枚数により異なるが、作業には30分ほどかかる場合がある。作業終了後に、料金の支払いと製品の受け取りとなる。支払い方法には、現金のほかスイカやナナコなどの電子マネーが利用可能である。なお、申し込めるのは、閉館1時間前までである。ちなみに、関西館には、 セルフコピー機があり、参考資料の一部を利用者自身で複写することができる。この場合も、図書館による複写箇所の確認は受けなければならない。後日郵送複写は、申し込みまでは来館複写と同様だが、受け取りは郵便で受け取り、支払いはそれに同封される払い込み書きで支払う。この場合、遠隔複写同様に発送事務手数料と、 実費送料が必要である。一方、遠隔副社は、利用者登録をしている人で、インターネット上で、国立国会図書館オンラインから、資料や雑誌記事を特定し、ウェブ上で申し込むことにより、郵送でのコピーサービスを受けることができる。ただし、発送事務手数料と、実費送料が必要である。ありがとうございます。